皆さん、こんにちは。今日はまず、皆さんに謝ることがあります。前回の自転車動画で、私は声を偽っていました。初めての YouTube の投稿だったので、恥ずかしくて、ボイスチェンジャーを使って収録をしました。前の動画の声を気に入っていた方々、ごめんなさい。これが本当の声です。ということで、今日も元気に自転車を漕いでいきたいなと思います。見ての通り、東京は電柱がたくさんあるよね。日本は地震が多い国だから、地震が起きると電柱が落ちてくる可能性があって危ないんだけど、ヨーロッパのいくつかの国みたいに電線が地中に埋まる日はなかなか来ません。早く直せばいいのにな。日本は3月になってもまだまだ寒いです。10度を下回る日が続いています。皆さんの国ではどうですか？オーストラリアやニュージーランドなど南半球に住んでいる方々はまだ夏ですかね。早く暖かくなってほしいです。前の動画ではセブンイレブンとローソンという日本でも人気なコンビニエンスストアを紹介したのですが、今回前に見えてきたのはファミリーマートという、これもまた人気なコンビニです。ローソン、セブンイレブン、ファミリーマートの3つが日本で人気のあるコンビニエンスストアトップ3です。そういえば最近、日本の法律が改正されて、自転車運転中に携帯、スマホを触ったら12,000円の反則金を払わなければならなくなりました。80ドルですよ。高くないですか？まあもちろん警察に見つかったらの話ですけどね。ふう、赤信号なので止まりますか。あの男性、身長高いね。日本人の男性の平均身長は170センチ。オランダ人が182センチって聞いたことあるから、日本人はオランダ人よりも12センチも低いんだね。これ、僕は日本人が小さいのではなくて、オランダ人が大きすぎるんだと思ってます。あ、またファミリーマートですね。ちょうど学校が終わった時間帯なので、何人かの学生が下校していました。自転車がキーキー鳴っていて申し訳ないです。私の自転車はあまり新しくないので、このような音が鳴ってしまいます。自転車屋さんに直してもらえるのかな？この小道、
面白そうですね。こういった小さい道を見ると、おもむろに入っていきたくなります。でも、特に何もありませんね。皆さんの国では、花粉症は流行っていますか？日本人にはたくさんの割合で花粉症の人がいます。花粉症は杉の木などから出る花粉が鼻や口、目に入ることで、その部分が痒くなってしまうものです。今の人もマスクをしていたけど、花粉症の人はこの季節マスクをしています。コロナウイルスが流行った頃、世界中でマスクがつけられたけど、日本人はコロナウイルスが流行る前からたくさんマスクをしてきました。皆さんはコロナウイルスのパンデミックの間、何をして過ごされましたか？ロックダウンはありましたか？日本でも緊急事態宣言が出されて、基本的に家から出ることができなくなりました。つまらなかったなぁ。お、前になんか見えますね。ちょっと左。これ、電話ボックスです。今はもう誰も使いません。でも、高齢な方とかはまだ使ってるのかな？皆さんの国には電話ボックスみたいなものありますか？私は小学生の頃使ったことがあります。でも今は携帯電話があるから使うことはないですね。ヒュー、下り坂は楽ですね。日本では多くの人が電動自転車に乗っています。でも私の自転車は電動自転車ではないので、上り坂の時はものすごく体力を使います。ところで道路の色、なんでたまに緑なんですかね。日本人の私もわかりません。知っている人がいたら教えてください。ほら、また緑の部分。何か意味があるんですかね。あ、小学生。学校、お疲れ様でした。お、前に黄色いお店が見えてきましたね。これは松屋といって、日本の有名な牛丼チェーンです。日本には吉野家やすき家といった牛丼チェーンが他にもあって、安くて美味しいので、ぜひいつか食べてみてください。今日もそろそろ時間になってきました。次回は日本の東京らしい街中を走っていきたいと思います。それじゃあまた次回ね。バイバイ。